西日本放送、西日本放送株式会社、西日本放送、西日本ブロードキャスティングカンパニー、リミテッドは、香川県を本拠とする、ラテ県営の特定地上機関放送事業者である。略称の RNC は、西日本放送ラジオ、ラジオ西日本ブロードキャスティングカンパニーから、西日本放送の放送のうちテレビは、香川、岡山両県を、 放送対象地域とする巡航域局であるが、ラジオは、香川県のみを、放送対象地域とする、県域局である。ラジオについては、西日本放送ラジオ、テレビについては、西日本放送テレビをそれぞれ参照。1979年、昭和54年4月1日に、岡山県、香川県の民放テレビ放送の相互乗り入れ放送を開始した後は、 香川県側の民放テレビ局も、本局の送信書を岡山県側のつぼねと同じ金鉱山へ移転させるが、同局の場合、現在の本局金鉱山送信書を高松放送局とし、他の放送局が高松放送局としている前田山送信書は、前田山中継局と呼称している、同局の旧本局送信書は廃止。しかし同局と提携している、四国新聞と、 岡山県の地元市産業新聞のラジオテレビ欄の表記では、金鉱山本局を、岡山、前田山中継局を、高松と表記している、参考リンク、冷凍小嵐種、全国ラテーラン研究会中、四国東地区。前期の総合のリーレまでの間は、TBS や富士テレビの番組も放送していた。しかし総合のリーレ開始後も、東海テレビ、 フジテレビ系列制作の鶴瓶の音楽に乾杯やスペンザーの喫茶店放送していた。地上デジタル放送開始に先駆け、2004年平成16年頃からこの地域でもアナログマイナスアナログ変換が行われ始める中、放送局では放送機器のデジタル対応が進み、西日本放送でも2005年平成17年11月1日に 東芝製のアナログ、地上デジタル統合テレビマスターを導入した。同月11日には、他局と共に、予備免許を交付された上で、試験電波を発信するなど、各種調整を行うが、2006年、平成18年8月及び9月から OK 岡山放送や、KSB 瀬戸内海放送が、一足先に行っていた、アナログ放送とのサイマル放送での試験電波。 送信は行われなかった。しかし2006年、平成18年10月12日には、このエリアの全放送局と一斉に映像の再生に必要な制御信号を含めた試験派の送信を開始し、11月22日には無線局免許を交付され、12月1日に地上デジタル放送の本放送を開始した。番組の HD 化ついては、 本放送開始前10月12日の試験放送の段階で HD 制作の実写制作番組はすべてそのままハイビジョン放送だったものの東京、大阪からの HD 制作全国ネット番組はまだ幕縁放送、ワイド画面対応ではない放送であった11月1日には試験放送開始以来幕縁放送だった地上デジタル放送の全国ネット番組が一部を 覗きワイド画面での放送になる。なお、RNC ニュース、リアルタイム17時台の東京発ネットは、本放送開始まで、額縁放送であった。地上デジタル放送開始時は、この地域各局の中では、自社制作番組の HD 化率が、比較的、低かった。そもそも自社制作番組が少ない上に、ニュース取材の映像は、 高松本社取材映像はほぼハイビジョン映像となったものの、岡山本社取材映像は4、3SD 映像のままであった。テロップも2008年、平成20年3月まで HD 非対応だった。そのため、自社制作番組の冒頭にハイビジョン制作を示すテロップは表示されていなかったが、2007年、平成19年7月からは HD 中心のとことん。 土曜日とフラワーズのほか、特別番組においても NNS 準拠の HV ハイビジョン番組のテロップ表記をするようになった。その後2007年平成19年にハイビジョン中継車を導入しこのエリアの民放では初めてキー局 NNTV との映像伝送回線も HD 対応にするなど放送設備の HD 対応を進め2008年 平成20年10月11日には、2007年、平成19年末に、HD 済みの天気予報の画面を含め、スタジオサブ、カメラ等の関係で全て4、3SD での放送となっていた、ジャストヌズ、情報 R、NNN ストレートニュース、ローカル部や土曜、日曜の、ジャストニュース、NNN ストレートニュース、ローカル部がハイビジョン制作へ移行した。2009年、 平成21年2月には、岡山本社、スタジオサブが HD 化され、報道取材用の HD カムコーダ、ソニーザドカム HD も導入されたため、2009年、平成21年3月2日から、岡山本社取材映像、テロップもハイビジョン映像となった。受像機の曲名表記は、新聞のテレビ欄とは異なり、RNC 西日本テレビで、表示アイコンは、 2006年、平成18年12月1日の放送開始時から、岡山、香川の民放テレビ局で唯一、次局のステーションキャラクター、ランちゃんを使用していたものの、2008年、平成20年3月31日から他局と同じく次局の局ロゴ、RNC を使用している。ウォーターマークは、2008年、平成20年5月21日から、画面右上に局ロゴ、 RNC の常時表示を行っている、提供クレジット表示時及び、CM と放送終了から放送開始までのフィラーは除く。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。四国新聞社のオーナー及び西日本放送の創業家である、平井屋が個人を株主。一席などの出入りが多い地方局の中では珍しく、移動。 遺跡が少ない部類に入る。また一部の元アナウンサーは、報道記者やディレクター等に転身している。ただ、山口アナ以降に入社した若手アナウンサーは2から3年で、姿を消し、フリーで活躍するということが目立つようになった。これは採用されたのは、本社採用ではなく、子会社ネクサスで採用され、本社に出向する形であるためである。後日の2名がそれに当たるが、 ただし近年採用し退社した若手アナも実はこの部類に入っている。ちなみに RNC のウェブサイトトップには契約アナウンサー募集が載せられている。一部のアナウンサーは日誌を掲載しているが2006年平成18年11月のウェブサイトリニューアルに伴い新たにブログを設置したアナウンサーも登場。日誌として掲載していたアナウンサーも2007年。 平成19年1月までにブログに移行した。以下は正規の曲穴ではなく関連会社契約のフリーアナウンサー。一部の番組では便宜上 RNC アナウンサーとなっている。いずれも RNC アナウンスカレッジ卒業生。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。